100メガショックネオジオ無敵の竜が。おお。最強の虎がいた。スーパーリアルアクション竜子の剣。助けて。SNK。ごもっともです。はい。係長まだ仕事してる。いいんだよお前は。よくありません。はい。どうしたんですか。はい、まず仕事をしている人から飲む。30過ぎたらスーパージュン。宝。I love you で缶中ハイ。You love me で缶中ハイ。こんなレモンを待っていた。宝缶中ハイにデラックスなレモン新登場。梅も出たよ。熱い世界がそこにある。どんなものにもとらわれない遊びの空間がそこにある。アメイジングメディアショップ Book Wars。よし、晩ご飯は私が作ろう。なんで。何をなんで。私作るわ。お母さん、お姉ちゃん、私が作ります。何作るの。デカロール、キャベツ。じゃーん。美味しくできるとえっへんって気になる。塩、コショウ、コンソメ。味の素のコンソメ。ちゃんとちゃんとの味の素。今日はお給料日。ルル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 ル。お給料出たなら大和の人。ご利用は10万円から。便利でお得な大和の人。一月経てばお引き出し自由。大和の人でどんどん増やせば。お得な氷回り。乙女の未来は輝く。バラ色だ。バラ色だ。やっぱり大和の人。大和銀行。いやーごめんごめん。大丈夫？うん、キャベツ飲んできたから。調子良くなった？うん。じゃあいいの？いいさ。食事の前にキャベツを飲むと胃の調子良くなりますよ。歌手の小金沢くんが使っているのはフィニッシュコーア。タバコの吸いすぎや風邪で喉が痛い時にいいんですね。ほら、こうして薬が患部に直接当たって喉を正常な状態に直していきます。これは効きます。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。そんなない。いや、そんなに顔余ってますか。君は風邪ほけか。風邪ほけじゃないか。せいちゃんよ、僕どうせ若余ってあるもん。神の溝知るハートの行方知りたくてたまらない。この番組は何をする番組でしょうか。スイッチオン。答えは明日深夜1時10分から。チャンネル10。読売テレビ夏祭り第1部はおなじみクイズ大絶戦。読売テレビの人気番組の出演者が続々登場。第2部はさまざまな芸人漫画が競い合う何でもコンテスト。第3部は東西の若手漫才師たちが賞金総額100万円をかけて争う激突ギャグリンピック。第4部はカモン達夫のトーク&ライブショー。8月29日土曜日一挙生放送。日本橋電電タウン先進のコンピュータゾーンニノックス電脳メガ。安いでっかい電電タウンのど真ん中。パソコンなら二宮ニノックス。親分も姉さんも夫婦喧嘩してる場合じゃないでしょう。親分本当にあの名札かけるんですね。名札じゃねえつってみ。まあ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 、なことはどうでもいいんですが。警視庁杯破門。あ